ですね、まあ、ここまで来るのにいろんな思いがあって2年間積み上げてきたので、その結果ができて出てよかったです。はい、あの大会時代が初めてなんですけども、あの木下さんはじめ運営の方々が本当にみんなで作ろうっていうこうレッスンからご指導いただいたので、その思いも含めてすごくあの出やすい大会でした。そうですね、もともと怪我椎間板ヘルニアとかを2年間患って本当に歩けないところから自重でトレーニングを始めて今積み上げてきてこの状況ということですね。はいはい、あのとてもすごくいい雰囲気で上の皆様が盛り上げてくれて、あの初心者の私でもあの出やすい大会でした。作り上げてきたというよりはあのいろんな大会ある中で自分の体型的にはデニムが一番合ってるんじゃないかっこいいなと、スタイリッシュでかっこいいなと思ったので、これここに標準を合わせました。そうですね、あの予選は実はフリーポーズ間違えてしまってあのもうパニックったんですけども、あの決勝でカバーできたので、それも楽しいいい経験になりました。はい、ありがとうございます。あの私今年で50になるんですけども、まあ、50歳でここまでできるんだよってことをあの50代や60代の皆さんに伝えて今後も行きたいなというふうに思います。はい。